は、今日はアメリカに来て2日目なんですけど、ナッシュビルのナショナルも行われるコースに向かってます。いいとこですね。いいとこだね、本当にね。ナッシュビルに無事到着しました。今から練習してきます。3時までの予定が30分ほどオーバーしてしまいましたが、やっとよくあるよくある練習終わりました。よくありました。よくあるよくある大富豪で負けたので、今からランチ作ります。見てる人が退屈しないように常にこう喋っていかないと、うん、あ、はい、いや、そこら辺は俺編集がかかると大丈夫ですよ。今日は今から米を炊いてきます。アメリカ生活3日目。完成ですか？完成です。じゃあ早速食べていきたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。昨日は、コースで練習したんですけど、今日はお休みをいただいて週末大会が行われるダービーシティの BMX トラックに行ってきます。アメリカに来たらぜひひまわりの種食べてみてください。イースト、このブランドおすすめです。辛いね、ちょっとね。いや、ブラックペッパーが一番いい。どこ来たの今日？来ちゃいました。はい、来ちゃいました。はい、今週末、うん、ナショナルが開催されるダービーシティ BMX トラックです。お、あれ SX ヒル？そうなんです。8メートルですか？そうなんですよ、あれ見てわかると思いますけど、うん、8メートルヒルです。ワールドカップアルゼンチンを見据えてのということでよろしいかな？そうですね、今回はちょうどいいタイミングで、あのアメリカでレースがあったんで、うん、参加することにしました。特徴ですね、この上に上がったステップアップした1個目、うん、してスカンクいるってよ。スカンク、ここら辺スカンクいるから気をつけろって。スカンクいるの？うわ、びっくりした。スカンク、 Really?
あと、まあ、一番の特徴は、うん、全体的にコースの傾斜が下がってます、うん、なるほど。見てください、これだいぶ下がってますね、これ。だいぶ下がってますね、これ。あ、どうですか、コース見た感じ、感想。狭いね。狭い狭いね。この1個目、折りとるコース、狭いね。狭いっすね。え、どう見ても、面とバックサイドの感じ違いすぎるやつ。狭いね、これね。あと、角度きついね。てか、シングルでかっ、うん。このジャンプの名前は、のぺーです。よろしい、よろしい。コン、公認。俺、ノーズロールからのタックノーハンドで。ブランドセミナックか。ブランドセミナックか。ブランドセミナックの動画見てね。チェケラ。プリーズチェケラ。第一コーナーはいかんじゃね。そうね。これタップ無理。のぺーじゃないよ。見てみ。Ha ha.